はい、お疲れ様です。ベーシストのリュウチです。またいます。やっほー。今回はまた X5 さんからなんですけれどもね、今回はねこの製品をちょっとね使ってみてほしいということでね、まあ、いただいたんですけれども、PX システム、ポータブル3チャンネル、パーソナルミキサーということでね、まあいったミキサーですね、ミキサー、まあミキサーはね、まあ、僕らがあんま使うことは普段ないけど、そうだね、ドラマーの方とかやったらね、まあ、使うことあるかな、ところで見えるかな、全然するんですけれども、これをねちょっとねポータブルミキサーっていうことなんですけども、まあ、これがね、まあ、どんな製品かっていうのを、ね、ちょっと使っていこうと思っております。早速ねじゃあ開封の儀をしていきたいと思います。ではまずねちょっと1回開けていきたいと思います。どんな感じかっていう、結構ねやっぱもう X5 さんもね毎回そうなんですけどね、箱に重厚感があるんですよ。こんな感じです。いろいろ入ってますね。まあ、こういうね説明書関係だったりとか、結構海外の製品やったら説明書がね、なんていうんですかね、なんか英語だけっていうこと結構あるんですけども、これは逆ですね。日本語です全部。日本語です。なんかわかりやすくクイックスタートガイドっていうのもついてます。すごい。うん。いい感じですね。っていうのがあるという感じで、まあ、ちょっとねいろいろ見ていきましょう。でまあなんかこういうね変換器だったりとか、こういうケーブル類があって、これはモニターとして使えるやつですかね。うん、まあ、こういったものがついてます。はい、映ってるか。映ってる。こういうのですね。じゃ使っていきたいと思います。まずこのね X5 さんのこのモニターなんですけれども、これどういう製品かって言いますと、うん、なんかイヤモニってあるやんか、あのイヤモニ、はいはい、イヤモニやと言うたらさ、例えばもうちょいギターの音量上げてくださいとか、うん、ベースの音量下げてくださいとかって、うん、そういった音の作りは PA さんがやってくるんやんか、うんうん、でもそこだけではなく、このモニターはこれね、なんかこうつけれる、これわかる、なんか挟めるようになってるんやけど、ここで、はいはいはい、これはベルトのとことか挟んだりとかして、うんうん、こっち側でもう調整できるんだよ、うんうん、そのあ音量上げたりとか、ボーカルの音量上げたり下げたりとか、はいはい、っていうできるのがこの今回の X5 さんのモニター、ポータブルモニターって言って、まあ、自分でポータブルするっていう感じのモニターですね、うんうん、まあちょっとね使っていきたいと思います。おい、まずこの、付属の、入ってるケーブルですね、はい、これをここに挿すっていう、挿すだけです、はい、でこれ自体はなんかね電池で動くらしいんですよ、うん、でも電池なしでも使えるっていう感じですね、うん、今これちょっと一回これ挿してこれちょっと置いておいて、はい、で次はこのケーブル、まあ、これ変換器もつけてあるんですけど、まあ、普通はこの状態で変換器もついてあります3つ、うん、でこれ差し込む、でこれで3つの状態で、これが番号振ってあって1番2番3番と、いいよ、まあ、これはもう好きなように使ってください。その別に1番がボーカルじゃないとあかんとか、うん、2番がベースじゃないとあかんとか、そういったものはないです。挿していく、こんな感じですね、まあ、このミキサーの切り方はねちょっとその難しいかもしれないですけど、まあ、この辺はちょっとミキサーによってもね、なんか違うんでね、僕もそんな詳しくないからこの辺は教えれませんほんでもう挿してあるんですけれども、こっち本体なんかの、まあ、ここにさっき、モニターからの線を差し込む、まあ、これですね。で、別で、で、こっち側で、この 9V のアダプターですね。これ差し込む。で、これで、電気が流れて、もう、あれですね。使える状態です。ここからモニターの設定。はい。まあ、いったモニターで音量上げて、聞きたい音のところを上げていく。まあ、そんな、今2人だけなんでね、スタジオ。そんな爆音する必要ないんですけども、うん、セットすると。はいよ。で、さっきの、この、モニター、手元で使うモニター。これに、まあ、イヤホンセット、まあ、今ちょっとこれだいぶねその安価なもの、安価系のね、安価系っていうか、まあ、安価なイヤホン使うんですけれども、まず差し込む、これセット OK で、これで、こうちょっとボリューム上げると勝手に何ていうんですか、電源が入るっていう感じですね。でまあこれは全体のボリュームをどこまで上げるかっていう、まあ、切るとオフ、うん、つけると電源入って、まあ、マックスまで上げて好きなところで調整してくださいっていう感じですね、はい、でこれを、あと次腰にセットします、はい、まあ、ちょっと今日腰じゃなくてポケットにそこはもう好きなようにしてください。セット、OK、でこのイヤホン、これをセットします。セット、いざベース弾いてみます。ベースは今インプット1番に挿してるんで1番の音量を上げます。お、もう音鳴る感じしてますよ。あ、音鳴ってますね、うん、音鳴ってますよ。
なってる。聞こえるっすね。ただこれでもあれっすね、多分今結構安いイヤホン使ってるからそこまで音質は良くない感じはあるかな。ほんでね、ちょっと今僕が耳にセットしてる状態なんですけれども、カノコネキちょっとなんか声出してもらっていいですか。ビデオマイク。今カノコネキの音はこれインプット2番にセットしてます。ちょっとずつは怖いからね、カノコネキいきなりわーとか言いそうやからそんなんいやいやちょっとずつね、はい、喋ってみてください。よっ、はっはっはっ、聞こえる聞こえる聞こえる。なんか結構上げたっすね。多分 こっちが半分ぐらいしか上げてないから、ちょっと下げ目で下げてこっちを上げていって喋ってみてもらっていいですか。はっはっはっ、あー聞こえる。お、そうなんや。すげえ。うわー、やばいやばいやばい。うん、こんな感じですね。でこれをまあ、3つ使いこなせれるという感じですね。まあ、この製品、まあ、割と使ってみて全然普通に聞こえて、まあ、使いやすさはあると思いますけどね、うん、ただその線の長さとかが場所によっては届かへんとか、うん、なんか別途でなんか付属されてる線じゃなくて、まあ、もうちょっといるとかっていうのは、まあ、各々ケースバイケースであるかもしれないです、うん。それはちょっと製品のね、どういったものが付属されてるかっていうのを、まあ、説明したものしか入ってないんですけれども、他に必要な場合は、購入して買い足ししていって、まあ、使っていただくような形になると思います、うん。まあね、スタジオとかで使うんだったら、ね、めちゃくちゃいいと思うんですけどね、うん、個人的にはね、そのライブハウスとかやとなんか PA さんがおってなんかなんて言ったらいいんだな、割と細かく設定できるけど、なんかスタジオやとなんかやっぱスタジオがサイズがあんまり大きくなかったりするとやっぱドラムの音がでかくなっちゃって他のと聞こえなくなったりするケースが結構多かったりするから、まあ、こういったのを使ってね、なんかなんていうかな、その環境をよくね練習したりとか できると思うんでね、まあ、興味のある方はね、まあ、ぜひ使ってみてください。この動画撮ってる今これ7月中旬ぐらいなんですけども、今現段階ではこれまだ日本で発売されてなくて、まあ8月に発売されるらしいんで、まあその時にね、もし興味ある方はね、まあいろんなものをねちょっとそのちょっと見てくださいっていう感じでね、今回 X5 さんのねポータブルモニターのね3チャンネルの解説となりました。この動画がいいと思ったらチャンネル登録高評価の方よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様です、はい。